はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんはトーチゴーレムというモンスターね、ご存知でしょうか。これ前回ね、先行ワンキルムーブをねぶちかまして、クソゲーをお見舞いしてきたんですけども、トーチゴーレムっていうのはね、高校でもねめちゃめちゃに強いんですね。今回ちょっと何していくかっていうと、イニシより伝わるし最強戦術がありまして、ヘルテントーチデッキ破壊っていう、皆さんギミックご存知でしょうか。これヘルテンペストっていうカードありまして、これ自分が3000以上の戦闘ダメージを受けた時に発動できて、速攻魔法でお互いのデッキ墓地のモンスター全部除外するっていう、なんかやべえこと書いてあるんですよ。でこのヘルテンペストの効果でデッキの中に存在していたり墓地で存在しているネクロフェイスを3枚ほどまとめて除外して、でさらにニャンニャンの効果も使って、もう一回ネクロフェイスデッキに戻してまた除外するっていうことをすれば、全部で合計20枚ほど、お互いのデッキを削ることができるんですね。でモンスターは、ヘルテンペストで、全て吹き飛ばしますんで、相手のデッキ、ほぼゼロになるんですよ、このギミック使うと。でこれの発動条件が結局3000以上のダメージを受けた時っていうことなんで結構難しいじゃないですか。これをですね、なんとですね、このアルティメット禁止カードである、あちらにこのスタンダードにすると、こうなってるんですけども、禁止制限、このトーチゴーレムっていうこのモンスターが可能にしてくれまして、これあまりにもね相性がいい効果、これ自分のフィールド上にトークン、攻撃力守備力ゼロのトークンを攻撃表示で出しながら3000のモンスターを相手に送りつけるっていう、もうヘルテンペストしてくださいみたいな性能してるんですよこれこのモンスター、これねやらざるを得ないですよね。やっぱ結局ね、これね、禁止環境でね、その高校取っていくだけはあんま強くないから、ぶっちゃけ先行ワンキルが流行るから、どうせ。だから別にそんなに強くないんだけど、ただこのギミック上あまりにも優秀なんだよ、これ。今回はこのね、ヘルテントーチっていうギミックを皆さんにお見舞いしたいなというふうに思っております。で、トーチゴレムはですね、ヘルテンペストしなくても、先行ワンキルもできれば後行ワンキルもできるんですよ。だからヘルテンペスト引けないときは普通にトーチゴーレムからワンキルしに行きましょう。これ動画でも、ね、多分やってると思いますけど、アークロード使うとね簡単にワンキルが取れるんで、ちょっとこの辺のムーブもね見せながら、今回はこのぶっ壊れモンスター、このモンスターがなぜ禁止なのか、これをねちょっと検証していこうかなというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。この先行環境でさ、高校で勝とうとしてるの多分結構無理あるんですよねこれハンドなんか微妙だしな。これ双剣ね、双剣もねめちゃめちゃいいテーマだね。これこの間 OCG の方でも40人規模ぐらいの CS の大会ね優勝してたんですよ、普通に双剣が。この ICT アラメンツとかいろいろいる環境の中でビーステッドとか、このテーマやっぱすげえわ。まだまだ全然優勝できるっていうのはすごい。登場したの結構前だよね。マスターデュエルとほとんどあんま変わんないと思うんだけど、動きそこまで、クシャトリラが入ってるか入ってないかぐらいと思うんだけど、でそれで優勝できたらすごいよね。このテーマめちゃくちゃいいテーマだわ。って言いながらなんかめちゃくちゃ制圧されそうでちょっと怖いんですけどこの盤面だと一応一滴あるけど、ちょっと暗転がちょっときついかな、双剣暗転がっていう感じがするね。当たり前にバロネスは出てくるって言ったことですね。はい、終わりました。ごめんなさい。クルールとバロネス出てくる。双剣、もうこれ実質双剣大使みたいな感じだね。双剣大使、フルールとバロネス出てきて、ゴードン発動 OK。ゴードン、なるほど。強欲なツボも入ってるのか、ちゃんとこの人。アンリミテッド環境だぞ。割とやっぱこの安定してこれができるのがいいよな、双剣って。素晴らしい。二軸性、いやー、暗転だったらめんどくさいな。増時、モンスター来てくれたから、一応、金敵はぶちかけることはできるね。トーチゴーレムとかいう、チートモンスター来てるから、一回天使の施し打って、で、施し打って、バルナス打ってくれたらバルナス打ってくれてもいいし、なんでもいいや、金敵あるから。うらら、なるほど。いや、でも、金敵だな、これ。金敵ぶっかけるしかないな。これあんま強くないと思うんだよね、基本的に金敵っていうカード。なんでかっていうと、その先行ワンキルしてくるような環境なんで、普通はアンリミテッド環境って、だからね、その高校からねまくる必要ないっていうか、
そのワンキルされるから別になんか発動する機会がないというかまあこういうね、なんか割と普通の双剣とかそういうデッキだったらいけんだけど、とりあえず一回装置ゴーレム出すか。もうこれ行くしかないね。まあ、一応ヘルテンがあるから、いや暗転だったらかなりやばいけど、これ一回出して、いやもうぶん殴りに行くしかないでしょこれ。もういやバトルですよ俺まあギミック以上ですから、これ出して殴るだけっていう。はい、いった、お前よくも、うわーヘルテンプレス出すぞ、おりゃー、通れ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 、よーあと8枚来た来たこれ来たこれ、おらー、ネクロフェイスの効果を発動するぜ。ネクロフェイスはゲームから除外された場合、デッキトップをお互いに5枚ずつ除外するぜ、おらそして電脳回帰ニャンニャンの効果も発動、ニャンニャンの効果によりネクロフェイスをできるものっすぜやったぜ。相手めちゃめちゃカード使ったけど、俺カード3枚ぐらいしか使ってないぜ実質。はい、ネクロフェイスでめちゃくちゃ除外した。デッキゼロ枚になっちゃいましたね。どうしますか、デッキゼロ枚になってしまいましたね。双剣安定、あートークンでのいいよ、トークンでのもう全然いいわ。レベル下げるのか、はいはい、いいでしょう、もう問題ない、一切一切合切問題ない、全く問題ないいやいいけどさ、どうすんのあなた、デッキないけど金敵か、なるほど、あいやいや、あなたも金敵入ってるタイプの人間ですね。いや金敵あんな強くないからね、そんな大したことないと思うよそれ。はい、まあ、エンドフェーズで、ほら引けよ引けよな、カードはいこれが伝説のヘルテントーチだ。ドロバーあんのか、なるほど、ドロバーあったらまああるか。いや結構ね、先行ワンキル、先行下準備、これ何、あデクレアラプロフェシー、なるほど、あのエクゾディアとかがいるからね、あの誘発全く刺さんないんですけど、ドロール&ロックバードはめっちゃ刺さるから、大体のデッキに止まれ止まれ、止まったんじゃねこれ、いやこれ止まった絶対に、いやこれドライドロン多分ドローバーきついでしょ。いやーエンドきたー、これがしたかった、だからドローバー最強なんですよ、ドローバーめっちゃ強い。やっぱり結果ね、なんかね、使ったらいっちゃ強いなってなるのは、まあ、デッキによるけど、ドロバーめっちゃ強いです。この環境。この環境ってなんだって話だけどね。ダークオカルティズム効果。一応、魔導契約の、扉を捨てて、トーチ持ってこれる。なるほど。お前、誘発にねえのか。トーチゴーレム出すけどいいか。無限保有はちなみにこれでケアできるぜ。はい。あの、ヘルテンペストねえのか。ヘルテンないのであれば、まあ、であれば、ちょっとワンキル、まあ、因子より伝わるし最強のトーチゴーレム高校ワンキルをちょっと皆さんにお見せしたいというふうに思っております。ちょっと展開を見ていただきましょう。まずですね、トーチトークンを、まあ、2体をリンクリボーに変換していく。で、まあ、リンクリボー2体でアカシックマジシャンとかいうのがぶっ壊れモンスターを出して、でこれあれなんですよね、リンク先のモンスターをなんか手札にバウンスできるっていう効果がありまして、でこれで出したトーチゴーレムを移行お返しいただくと、ちょこれ返してくれる、ありがとう。で、トーチゴーレムをとりあえず出していく。はい。で、トークンに対して、で、また出していく。で、トークンに対して使って、セキュリティドラゴンを出していくスタイルですね。はい。結構簡単です、これ。割と。見てれば分かりますけど。はい。で、モンスターに対して、セキュリティドラゴンを特殊召喚し、セキュリティドラゴンは総合リンクの場合に、モンスターを1枚バウンスできるため、こいつをバウンスできる。OK。で、もう1回出す。ターチつけろ。このカードターチつけろよコナミターチつけろマジで、なんでターチついてるんだこれ。で先にこれリンクリボーを、トークンからリンクリボーに変換して、でリンクモンスターにしといてからアークロードパラディオン出していきましょう。リンクリボーとアカシックでアークロードパラディオンを出していく。で
リンク先が斜めに向いているうちに、リンクスパイダーを、アークロードパラディオンの、ところに出して、はい、でアークロードパラディオンをマギアスパラディオンに変換しましょう。これはマギアスパラディオンのね、あのサーチ効果を使いたいんでね、まあ、こうしてるんですけども、リンク数かなり減りますけどね、まあ、このソリティアが必要なんですよ。でセキュリティドラゴン、セキュリティドラゴンとリンクスパイダーをリンクマーカーにセットして、インシエより最強のアンダークロックテイカーを出していく。でマギアスパラディオンの方がリンク先にモンスターが特殊化された場合、デッキからパラディオン持ってこれるんで、これで天球持ってきて、で天球はリンク先に特殊召喚できるし、アンダークロックテイカーの効果によってリンク先のモンスターの打点分お前の打点を下げる。はい、でマギオスとアンダークロックテイカーでリンク召喚してアークロード21、アークロードパラディオンの効果で打点がアップしているリンク先のモンスターの元々の攻撃力分ね。で天球で戦闘ダメージ倍、6600で1400を殴って戦闘ダメージが倍になった場合、いくつのダメージが入りますかと。シュッ、うい、これがトーチワンキルよ。まあ、ヘルテンできなくてもトーチゴーレムがあればワンキルは取れる。やはりトーチゴーレムは完全に悪だ。成功率がなあんま高くないのはちょっと微妙っすね。やっぱね、この環境でね、高校を取ってね、ワンキルしようとしてるのがもう完全に間違い、過ち。あ、そういうタイプのデッキ、そういうタイプのデッキ一番苦手としているんだよね、基本的に。ドロール&ロックバード引いてないと無理なんだけど。いや、やばい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 、それは。まあ、とりあえずね、無限効用が効く相手であってほしい。疑似空間。はい。いやー、これかなりやばいですね。これドローソース加速されて、めっちゃドローしてくる。何してくるタイプなんだろう。エクゾディアだろうな、でもさすがに。いやー、これは、かがり出てくる。あ、もう、かがり。いや、でも、あんだけ手札あるからな、もう無限包囲を打ったところで、意味ないけどな、多分。一応打つわ。一応打って、ちょっと、かがりさん、ちょっと一回黙ってもらっていいですか。もう、打点やべえんだけど、2600ってなんだよ。無理そう、さすがに。止まれ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 、奇跡起きて止まれ、奇跡が起きて止まれ、奇跡が起きて止まれ、俺竹光、あ、世界終わった、世界終わった。いや無理じゃねえマジで。このさ、メタガイのさ、そのドローを加速するムーブ、これ犯罪でしょ。やば、もうデッキ引き切れる。やもう強欲なツボ見せつけてんじゃねえぞ。あーあーあーあああ、やばい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 こと起きてる。メスイとかいうやばいかと、あ、そのタイプか、なるほど。あ、やばいかもしれない。では問題ですって、あ、なるほど。やばい、あ、そうい、なるほど、確かにこのデッキ成功率上がってるもんね。確かにドローソースめっちゃ滑るもんね。やっば、リュウイーソー来たー。いや、ちょ、それ俺も組むわ。